はいどうもカボジーです。今回紹介するデッキはね、もう映っておりますこちらですね、ウロボロスデッキでございます。先月のランクマッチの月末にウロボロスデッキ作って結構使いやすかったんで、今回ね今月に入ってのアディショナルカード加えてニューウロボロスデッキとして今回ね動画の方で紹介したいと思い、今ね動画回しております。ということでまずはアディショナルカードの説明、こちらですね。巨子エーヌ野心、カードの効果は自分の手札か EX ポケットにあるランダムな黒ユニットカード1枚を墓地に送る。ランダムな敵ユニット1体にこの効果で墓地に送ったカードの MP 分のダメージを与えるということで、強いですね。これは強い。手札にね入ってて、そしてしかもランダムウェール関係なく何点か飛ばせる。これは結構使っていきたいと思って入れております。であともう一つのカード、こちらですね。よいしょ。ジェダドーマ、カードの効果は場に出た時自分の墓地にある最も攻撃力の高いユニットの攻撃力分攻撃力をプラス1する。で死亡時自身を除外で、プラスの値の最大は9ということで、最大97になるね、このジェダドーマ。今回まあそうね、死亡時除外だから墓地から一度キーしか出てこないけど、まあいいかなと思い今回2枚だけ採用しております。ただ環境次第ではクビですね。はい、ジェダドーマクビになります。ということで今回このアディショナルカード入れたデッキなんですけど、ジジイのそうですね、このウロボロスはできる限りデッキを減らしたくない、最低限ユニットを墓地に送りたいということで、今回ねこの巨子エーヌ野心と魔帝の本領、あと魔王ジェタくらいかな、そのくらいのカードでユニットを落としてウロボロスもしくはアクション等で復活させるといった感じでございます。ということで、はい、デッキの QR コードもうね出てますね。ではまあ試合の方で説明できたら説明したいと思います。どうぞ。はい、対戦相手の方はお市の方ですね。よろしくお願いいたします。はい、今回も後通りです。ということでお相手さんは闇からのいざない、ウロボロス、割と不利な方、不利な場面の方が多いですね。で闇からのいざない、まあ必ずとしてもね入ってるあのザンディエフ、メカザンディエフ、あれが、いやあのザンディエフだけは、許せない。まあジジイも使うんだけど、闇からのいざないをね使ってる時は、でもあれはね結構強いよね。相手の墓地からねランダムにポンとね出していくということはね、ウロボロス何かしらの墓地のね高コストのユニットをね奪われてしまうということだから、もうそれだけは避けたい。なので闇からのいざないと対面した時はもうザンギエフがね出る前にとどめを刺しに行く、もう盤面をね揃えていくといったスタイルで戦っていきます。まあ、そうじゃないと結構負けます。でここで、はい、エクセラ、レジェンドエクセラが来ました。このエクセラもお相手さんが黒だった場合は出されると嫌ですね。撃破されるとデッキにねゾンビが入っちゃうんで、まあ、そのゾンビがね墓地からも出てしまうと、それが嫌、嫌なんでエクセラも苦手です。なのでそうだね、屍じゃない、こちら闇からのいざない対面は結構不利、とジジイは勝手に思ってます。まあそれ以外はね、赤のね除外をちょっと気をつけるくらいかな。あとはそうだね、緑はまあウェールがあるからなんとかなる気がするけど、耐えられる、とりあえず耐えられるとウロボロスすぐデッキつきちゃうんで、そこだけね大変。耐えられる前にこんな感じでね強強な盤面作って攻めていく、これが多分、まあ、ウロボロスの本来の攻め方になると思います。はい、ということでお相手さんとどめさせましたね。第1戦
ありがとうございました。ということで今回ね勝てたんですけど、全体的に見ると負け越してますということで、次の試合どうぞ。はい、対戦相手の方はモリガンの方ですね。よろしくお願いいたします。お相手さんはテンプテーション、天使軸かな、多分天使軸だと思われます。もしかしたらマズクかもしれない。で今回の手札はこんな感じですね。何か出てきたらギョシエヌ野心でウロボロスを落としながらダメージを与えていきたい。ただ何も出なければこちらから使ってくるかもしれないと思ったら、お相手さんが息吹、レジェ息吹を出してきたんで、ギョシエヌ野心で立っていこうかなと思ったんですけど、その前に、はい、ジェダ引けたんで、ジェダ出しました。これで強制的に 2-2 にしていくと。でジェダの攻撃力と体力が上がると。で波及で倒していきたいんだけど、停止をもらいましたね。あと春日は普通に俊敏で先に倒されてしまいました。でこのままだとなんかねダメージ与えられて倒されると思ったんで、先に倒そうと思ったらそうだった、新しいアクションがあったんですね。アディショナルのアクションがなんか7点飛ばしてね、停止状態の時に7点飛ばすみたいなアクション、それが今出てきた感じですね。で今回テンプと戦うことになってるんですけど、そうだね、テンプはねとにかく停止されたら停止終わるまで何も出さない、うん、それが多分一番のコツっていうのかな、まあ、戦い方になると思います。理由としては、まあ、停止もらうで何か出すで、まあ、ルナガロン等出てきたらさらにね停止してないユニットが停止されるんで、まあ、ルナガロンとかね出してくるなと思った時はユニット出さない方がいいかもしれませんね。あとはテンプ、うん、ヒーローアーツが溜まっててテンプテーション打てるなと思った時は盤面、うん、3体並べたらみんなね停止されちゃうんで、できる限り、うん、盤面揃えず、こうやってね、今、テンプ打った後にウロボロスを出すといった感じ。で、出したんですけど、今ね、ルナガロン出てきたんで、先にね、今回エクセラがいたんで、エクセラ出して、うん、新女王、モリガンを封印状態で出していく。これでゾンビもね、追加で入っちゃうんで、いい感じですね。ただ、これ、エクセラがいなかったら、うん、出さずに、倒れるのを待ってた、うん、こちらのユニットが倒れるもしくは停止が切れるのを待ってた感じになります。でここではい、魔王ジェダからねもらった魂の救済、これで強制的に、うん、2-2にしていくと。でここでブラックライアン、うん、ピン刺しで今回ジジイ入れてるんですけど、これ2枚でもいいかな。アクションカードをね戻してくれるんで、墓地からね出るアクションとかをねリサイクル、うん、EX ポケットにもしかしたら戻してくれるかもしれないということで入れてるんですけど、まあそこそこ足りない。やっぱねすぐねデッキが減っていくんで、もうちょっとだけブラックライヤー入れてもいいのかなと思ってるけど、ちょっとこれのバランスがわからない。こんな感じでねほら EX ポケットに戻してくれるんでいいんですけどね、まだこれはちょっと枚数が決まっておりません。2枚か、まあ、1枚、まあ、0枚でもいいんだろうけど、やっぱねちょっとねデッキ切れを考えると1、2枚は欲しいところ。ブラックライアンデッキ切れで積むよりかはうんまだマシかもしれない。ちょっとねパワーが下がるかもしれないけど、デッキ切れするよりかはマシ、うん、なので、まあ、このね長所どうにかしたいね。やっぱ長所0枚でもいいかもしれない。基本はヤマタノオロチ、新ヤマタノオロチのこの振り分けダメージか、まあ、たまにねこうやってジェザとかの攻撃が入ったりするんで、まあ、それで削るのがいいかもしれないということで、とどめさせましたね。対戦ありがとうございました。お前には資格ということで、ウロボロスこんな感じですね。特にね言うことないんですけど、墓地からね場に出すとき、まあランダムでね出てくるんで、どこに出てくるかわからない、うーん
ここに出てきてほしいという時たびたびあります。はい、対戦相手の方は X の方ですね。よろしくお願いいたします。さあ手札の方はジェダ、すべて交換ですね。はい、ジェダ1枚はちょっとね微妙かな。ジェダ複数枚欲しいです。でここで、はい、お相手さんまさかの黒緑本色でございます。しかもライフアップ、何で来るんだろうね。ジジは分かんない、何で来るかが。ただお相手さん墓地に送りたいかな、うん、なんか墓地に送るカードアクションを多分今探索じゃないね、デッキから引いております。でここで出てきたのが、はい、魚シエヌ野心。そうだよね、ランダムで打てるんだからね。手札に来てもね、その捨てたいカードが手札に来てもこのアディショナルカードのおかげで墓地に送れるんだから、本色ウロボロス、まあ、本色系のね、なんかデッキも結構幅が広がるのではないのでしょうか。で何が出てくるか、はい、出てきたのはオフィリア。なるほど、じゃあウロボロス厳しいね。オフィリアは MP4 以下のねユニットを破壊する、 IT ユニットを破壊する、場に出た時に破壊するんで MP4 いないんですよね、ウロボロス。なので結構厳しい戦いになると思います、お相手さんにとってはね、うん、でここでなるほど倒されても再度ね場に出すといったね、今レジェンドカードレジェンドカードを出してきましたね。でここで一応ゾンビを混ぜておきます。でまたオフィリアが出てくる。でお相手さん墓地から何かを出してくる。でも出てくるのは多分そうオフィリア。でオフィリアの効果で HP 回復してるのかな、これ犠牲で回復してるからしてるのか、うん、2点回復かな確かね、だからちょっと減ってるのか結局は。でも今回ジジイはまたね、はい、魂の救済、これで22にしていきます。でも確かにそうだね、オフィリア強いね、最初の1回は圧倒だからね。でしかもウェール持ち、うん、このデッキ面白いですね、お相手さんのデッキ面白いです。ただちょっと対戦相手が悪かった、ウロボロスは結構きついはず、うん、なんならそうだね闇からのイザナイのデッキもきつい気がしますね。でも他のデッキだったら結構このお相手さんのデッキは厄介になるのではないのでしょうか。でお相手さんまたね、あの墓地から場に出す。でシールドも貼っていく、うん、相手にしたくないねこれは。ウロボロスだったからいいけど、このねアディショナルのジェダドーマの弱点というか、まあちょっとね欠点なんですけど、墓地にね遅れてなかったら弱い、うん、今ね3点多分ブラックライヤーなんだけど、このね最大攻撃力3点のブラックライヤーしか今墓地にいないと思うんで、ジェダドーマのね攻撃力が3になっております。これはね37はちょっとね5コスで出すには弱いかな、うん、早めにね攻撃力の高いユニットを墓地に送ってればジェダドーマもね強くはなると思うんですけど、今回みたいにね遅れなかった場合のジェダドーマは弱い。あと緊急回避等でも戻されてゼロになっちゃうんで、まあ、そこでねなんか起点作られたりしてやられちゃう可能性もあるので、やっぱそうなるとジェダドーマ微妙かなってやっぱジジイ思います。でも今回はちょっとアディショナルカードということで入ってるんだけどね、まあ多分他のカードになると思います。でまたオフィリアが出てくる。でオフィリアで地味に2点ずつ回復していく。でライフアップでも回復できるから結構耐えちゃうってことか。ああ強いね。で緊急回避自分に持てるから、なるほどなるほど、はい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 、オフィリアの攻撃力と体力を戻せる。でそこからすぐライフアップかな、これは強いね、やっぱ面白い、そこそこ強いと思うんだけどねこのデッキ。ただ相手がやっぱ悪かった。でここで、はい、ですぐさま盤面をね横並び、うん、
転売していきたいんで、墓地からいっぱい出しますよと。はい、出てくるヤマタノオロチですね。エクスラヤマタノオロチジェダで、お相手さんにジェダがとどめを刺して終了ということで、対戦ありがとうございました。はい、ということで今回の動画試合はここまで。どうだったでしょうか。ウロボロスね、結構楽しいので、作ってウロボロス使ってみてください。では今回はここまで、ご視聴ありがとう。